次のプレゼント企画はいつですか？二度とやりません。はい、ワンバンコ YTK です。本日はね、ちょっと友達からの依頼でこちらですね、みんな大好き iPhone X ですね、こちらのね修理をしていこうかなと思います。で、僕のリアルな友達でビアンキのアリアに乗っている子なんですけどもね、お風呂場で使っていてそのまま、一緒に入浴したとということで、もろに水没したんですね。で、一応 iPhone ってね、その耐水性はあるんですけども、水に浸かるほどの、ね、耐水性はないんですよね。だから、iPhone X なんで、ここの、ね、周りにパッキンがされてるんですけども、その辺もね、もう劣化も進んじゃってる可能性もありますので、くれぐれも水にね入水さすようなことはしないように皆さんもね気をつけてください。はい、ということでね、水没して、すぐにね、こう上げたんですけども、画面が勝手に変わって、なんか誤動作勝手になんか動いたりとかして、もう明らかに、水没特有の症状が出ていたということで、今からね、ちょっとこれをばらして、中の水分をねきっちり取って、また使えるようにちょっとしていこうかなと思ってます。ではね、早速、分解の方していきましょう。iPhone X のね分解を過去に一度もしたことがないので、正直、どうなるかわかんないんですけども、早速ねばらしていこうと思います。水没してね、ちょっと日にち経っちゃってるんですよね。で、アスカ修繕堂さん曰く、10時間ぐらいがね、限界かなと。それ以上経つとちょっとまずいんじゃないという話なんですけども、これ横からねやった方がいいんですよね。これね。で、今回ね、こちらの方を購入しました iFict のやつじゃねえな、分解工房さんのやつかですかね、こちらですね。今回こちらの方を購入してみました。で、めっちゃ薄いんですよこれ、0.15mm やったかな。熊五郎お兄さんが使ってんのがね、あれがこれの一つ前のやつでね、あれが何倍だっけな、 0.25 とかやつなんですけども、だいぶ薄いやつですね。で、太いんで力もかけやすいというような感じですかね。実際ちょっとね、これに押さしていこうかと。あ、結構開きますねこれ。だいぶ、あ、これすごいな。で、この間にちょっと何か挟みましょうか。あ、切れてるの分かる。あ、すごいすごいすごい。あ、これいいね、これいいね、めっちゃ使いやすい。あ、切れましたね。はい、とりあえずね、液晶と分離することできました。で、液晶の方はちょっと後回しにしまして、でこちらですね、もうちょっとねバラせるとこバラしたいんですけども、さすがに今回ちょっとね複雑すぎるんで、もうバラすのはもうこれでやめます。で、今からこれを無水エタノールにね、つけて、中に入ってしまった細かなとこにね入ってしまった水分を取り出そうということですね。はい、ではちょっとこちらの方に入れまして、これですね、無水エタノール、バッテリーはね必ず外して、もう関係ないんですけどね、無水エタノールの場合ね、ちょこちょこちょこと、もうたっぷり。で、この無水エタノールね、アルコールなんで、火気厳禁なんでね、少なくともタバコ吸いながらとかやめてください。で、これでねちょっとしばらく放置します。
はい、ということでね、無水エタノールに浸して、今乾燥をさせました。もうちょっとね自然乾燥の方をさせようかなと思ってます。で本来ねもうついでにこの子のバッテリーも交換してやろうと思って、買ってきたんですよ。こちらね新しいやつ、あの交換する際ここのね下のね、この辺のユニットも全部外す必要があるんですけど、いざ外そうと思って、ここのねこの辺りの手順を見たらね若干なんか違ったんですよ手順が。でこの子 iPhone X だと思ってたら実際は iPhone XS でした。バッテリーのねここのねセルがねあの10はセパレートになってるんですよ、2分割で。 10S はね1枚もになってたんですよね。で僕すっかり 10S の存在を忘れておりまして、全部 iPhone X で揃えちゃったんですよね。だからこのバッテリーね多分使えんことないと思いますけど、まあちょっとやめときます。であと、防水用のフィルムですね。で一応これ合わせてみたらねあのほぼ一緒でした。多分あのこれは使えると思います。で一応ドライヤーを当ててだいぶ乾燥はさせたんですけども、もうちょっとね、自然乾燥で1時間ほど置いてから、組み立てようかなと思います。はい、本日のデザートはこちら、どこにでもあるね丸愛で売っていますプリンアラモードですね。ブーリンアラモードではございません。なかなかこのロールのおさんさんごちそうマンドリ。俺の部屋はコックピット。お、81のやつご機嫌で走ってるな。模型のツバメ屋姫路西宮。はい、ではね、ドライヤーで乾燥させた後1時間ほどね自然乾燥の方をさせました。もう大丈夫だと思いますね。バッテリーの交換ができなかったのがちょっと痛かったですけどもね。では、組み立てる前に起動確認だけ一応念のためしておきましょうか。あ、着いた。着きました。見事復活ですね。一応ねこれあのうちのあのアリアに乗ってるね、ビアンキのアリアに乗ってる子の、iPhone XS なんですけども、一応ね、まあ、女の子のやつなんで、中身を見ることはやめましょう。まあ、女の子らしい壁紙やね。で、この周りにね、さっきシールドを貼ります。これですね。まあ、ガスケットみたいなやつですね。で、これで、まあ、防水性を高めようと。で、まあ、ぶっちゃけね、これ、単なる両面テープみたいなもんなんですよ。あの質がねちょっと違うんですけども、まあ言うたら両面テープですわ。でまあそれで、この隙間をに埋めて、まあ水の侵入をね、まあ、防ぎましょうという感じですかね。こうやね。お、バッチリちゃう。うん、あ、いい感じいい感じいい感じ。こういうヘラでね周囲をギュッ押しておきましょうか。はー、なるほどね、二重になってるんやね。だから今からここでパーツをつけて、あ、でその後剥がすっていう感じでやったら、まあうまいこといけるってことやね。ようできてますね。ごめんなさいね、画面見えてないから。あ、なんか画面の端っこでやっとったね、ごめんなさい。これを剥がす。で上から、これ上からせんとダメなんですよね。綺麗に入ったんじゃない？よし、オッケー。あー苦しい。はい、ということでね今回、iPhone XS の、水没から、見事復旧の方がいたしました。今回ね初めて iPhone XS を分解したんでだいぶ戸惑いましたけども、まあまあなんとかいけましたね。で本日はね iPhone XS の水没修理という
自転車に関係あるのかないのかよくわかんない動画となりました。はい、では本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。